トゥラノブリゴの時間です。ついに明かされる浦島太郎伝説の真相、すべての定説が覆える浦島太郎と乙姫のヤバすぎる正体についてお話していきます。ということで、いよいよね、浦島太郎伝説のガチ考察会でございます。はい、まあ、昨日の動画ではね、もともとの浦島太郎のストーリーは現代に伝わるものと全然違うかったっていう、まあ、そういう事実をお伝えしてきました。はい、浦島太郎の伝説はとてつもなく古くて、まあ、日本最古の歴史書日本書紀の浦島子伝記の記述に由来すると考えられており、まあ、同時代に作られた万葉集や丹後の国風土記にも浦島伝説が記されていたわけですよね。で、この3つの書物が浦島伝説について描かれる日本最古の資料だと考えられるわけですけども、これらの共通点をまとめると次のようになります。浦島太郎の本名は浦島子だとされている。浦島子は京都府にあった丹後の国出身である。はい、島子の事件は西暦478年頃の古墳時代に起こっている。島子は船で海に出て大亀を釣り上げるんですけども、その亀が美しい女性に姿を変える。そしてこの女性こそが昔話における乙姫的なポジションである。はいはい、この女性は丹後の国風土記では亀姫と呼ばれ、万葉集では怪人の綿摘みの娘だと記されている。はい、島子は亀姫と共に竜宮もしくは蓬莱山に行って結婚するんですけども、まあ、ふるさとに帰ることを望み絶対泣けてはならないという玉手箱を扱って帰郷する。で、蓬莱山で過ごした3年は地上における数百年に相当し、ね、ショックのあまり玉手箱を開けてしまって、まあ、バッドエンドっていう、まあ、そういう流れでしたよね。大体そういう流れね。そう、日本書紀はなんか仙人と会って回って終わるみたいな、なんかちょっとハッピーエンドやったけども、大体理不尽エンドなんかいと思ってしまうんですけども、まあ、このストーリーに隠された真の歴史を紐解くというのが、まあ、今回のシリーズですからね。はいはいはい。さてね、いろいろと気になるポイントは盛りだくさんなんですけども、まあ、その謎を紐解く上で、まあ、どうしても押さえておきたいのが、浦島太郎物語のモデルになったとも言われる、山幸彦と海幸彦という神話なんです。へえ。浦島伝説に酷似した山幸彦の物語、古事記日本書紀の神話やったら、イザナギ、イザナミという男女の神様が地上に降り立って、さまざまな神々を生んだと記されていますよね。やがて太陽の神アマテラスが生まれて、まあ、彼女が天界と地上を滑る、まあ、最高神的なポジションに就任するわけですよ。そしてアマテラスの孫ニニギが地上に降り立って、まあ、直接地上を治めるようになるんですけども、このニニギの息子が、まあ、今回のお話の中心となる山幸彦と海幸彦なんです。なるほど。そしてここからね、この二人がバチバチに喧嘩していくっていう、おー、まあ、そういうストーリーに発展していくわけですよ。へえ。アマテラスから続くニニギの系譜こそが、まあ、現在の天皇の血筋へとつながっていくので、ニニギの息子同士が争うっていうストーリーをね、皇位継承争いをこう描いてるんじゃないかっていう。あー、確かにね。そういうのも考えられるんですけども、まあ、後に大和政権を作る天孫族とそれに抗う隼人族の戦いを表してるんじゃないかっていうのも言われてるんですよ。そうなんや。そう、つまり兄弟喧嘩に見せて本当は国と国の争いを表してるということなんですよ。まあ、この物語はまずね、弟の山幸彦が、ね、お兄ちゃんの海幸彦が大切にしてた釣り針を借りたいんですと言い出すところから始まるんですよ。海幸彦はもう最初マジで嫌がってたんですけどまあもう何回も言われるから、渋々貸してあげるわと、はいはい、ね、言ったんですけども、山幸彦はもう一匹も魚釣れへん上に、一瞬でなくすんですよ。もうこれには海幸彦ガチギレだと、山幸彦はもう謝り倒して、自分の剣破壊して釣り針作ったりするんですけども、全く許してくれへんと。許さないと、ね、で途方に暮れてました。で山幸彦がもう死にそうな顔で浜辺にいたらね、潮の神様が現れて、はいはい、そんなに大切なものやったら海の神様、綿摘さんに相談したらっていう。その時の綿摘さんや。そうなんや。そこでアドバイスをくれたんですよ。はいはい。で山幸彦は潮の神様の言う通りの方法で綿摘の宮を目指すと、門のところでとんでもない美女と出会います。はい、それが綿摘の娘、豊玉姫でした。あらら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 ら、繋がってきた。わららら。で、二人は一瞬にして惹かれ合うとすぐに結婚を決めました。はいはいはい。これにはお父さんである綿摘も大喜びですよ。山幸彦くんはアマテラスさんとこの子孫なのと、な、大歓迎ですわと、じゃあもう宴始めましょうってことで、山幸彦はお兄ちゃんの釣り針を探しに来たはずやのに、結婚パーティーが始まったと。
そのままの勢いで3年が経過してしまったんですよね。はいはい、はい、で山幸彦もさすがに思い出してきて、うん、うわお兄ちゃんの釣り針探しに来たんやったみたいな、うん、どうしよう悩んでたら、うん、ね怪人族の渡摘みたちが力を貸してくれて、はいはい、ね、お兄ちゃんの釣り針を速攻で見つけてくれたと。ああ言ったね。さらに海幸彦の釣り針に呪いをかける方法も教えてくれて、うんうん、もし兄貴が攻めてきたらね使える魔法のチートアイテムもくれたんですよ。うんうんうん、こうしてね山幸彦はお兄ちゃんの元に戻るんですけども、まあ、こんだけ待たせた挙句釣り針に呪いを込めて返すっていうそういう所業をするんですよね。やってたね。そうね、兄である海幸彦は呪いかけられてしまったから、うん、そこから急にいろんなことがねうまくいかなくなっていくんですよ。で心が貧しくなるとか余裕がなくなるみたいな呪いもかけられてたから、うんうん、海幸彦はついに、うん、もうこれ全部でね弟の山幸彦のせいやって言って、はい、なってで攻めてきたんですよ、うん、しかしね山幸彦は渡摘みから扱ってた魔法のチートアイテムあるから、うんうん、海幸彦をいつでもどこでもたやすく溺れさせることができると。はいはいはい。で波がたぶん現れて、うん、そして徹底的な水攻めの結果、うん、海幸彦は降伏して、はい、弟の山幸彦に使えますと、うん、そういう約束をしたわけですよ。うんうんうん。そして海幸彦の子孫は隼人と呼ばれ、はい、朝廷を守護する存在となっていったんですよね。なったね。そうで、ここまでのストーリーの中でも、うん、かなりのこの浦島太郎要素みたいな感じましたよね。でしかないぐらい感じたよ。そう前半でもこの物語はもう少し続くんです、うん、まだあんねん。そう海幸彦に勝利した山幸彦は、うん、渡摘みの娘、うん、豊玉姫と結婚してますよね。はいはい。で豊玉姫っていうのは基本的に海に住む神様やったんですよ。うんうんうん。だから結婚した後も豊玉姫は海に住んでたんですけども、うん、まあさすがに出産の時だけは、まあ、天の神様やしね、うん、元々は。はいはいはい。旦那さんが、うん、陸に上がって産むことにしようと、うん、で、まあ、陸に上がってきたんですけども、まあ、出産の時に豊玉姫はこう山幸彦にこう言ったんですよ、うんうん、出産ってねものすごいパワー使うのよ、うん、だからね私本来の姿に戻って産むから、はいはい、絶対に出産シーン見ないでねと、はいはいはい、お願いね。もう神話っていうのは、うん、基本的にこういう振りは全力で回収する、うん、やるなと言われたらやる。当然山幸彦は覗きます。覗きます。速攻で覗く。うん、早めに走っていくちょっとは待て。そう、豊玉姫が思ったよりも早いタイミングで産気づいたから、うん、産屋というか、はいはい、そういう場所がねまだ天井できてなかったんですよ。ああ、はい、壁だけみたいな。そう、山幸彦が上の方にね、うん、山の上の方に登って上から覗くっていう、うん、はい、天井ガラ空きやったからね。スケベースケベー。しかし豊玉姫の出産シーンを除いた山幸彦は愕然とします。愕然。なんとね豊玉姫の姿がバカでかいワニ、うん、もしくはサメの姿になって苦しそうにうごめいてたからなんですよ。あらら、綺麗な女の子やったのに。そう、そして最悪なタイミングで目が合う二人。うわね、豊玉姫は山幸彦に覗かれたことを恥ずかしく思い、うん、海の世界に帰ってしまいました。はいはい。そしてこの時に生まれたのが宇賀屋吹会津という神様やったんですよね、うん、そこから地上の世界と海の世界には境界が引かれて、はいはい、以前のように行ったり来たりすることができなくなっちゃったんですよ。あ、そういうことなんや。そうだから海の世界と地上の世界の国交が断絶されたっていう。うわね、そして豊玉姫は海に戻ってからもお腹を痛めて産んだ息子のことを思い、うん、妹の玉より姫を地上に送ったんですよ。うんうんうん。で成長した宇賀屋吹会津はねお母さん知らんから、うんうん、その寂しさをねおばあの玉より姫に課されたのか、うん、どんどん好きになっちゃったんですよ。ああそういう関係性ね。お母さんの妹をね。お母さんの妹を。で宇賀屋吹会津と玉より姫は結婚して、はいはいはい、生まれたのが神武天皇っていうね。うわらー、そこに繋がる。そう、初代天皇さんなわけですよ。うわー、濃い部分やな。濃いよ。濃い部分や。ちょっと長くなったんですけど、以上が山幸彦と海幸彦の物語となります。はい。山幸彦が海の世界に行って3年過ごしちゃうところとか、うん、ね、そこで渡摘みの娘と結婚しちゃうシーンなんかは、はい、原点の方の浦島伝説と全く一緒でしたよね、うん、一緒やな。一緒やろ、うん、で浦の島子伝説では最終的には、うんうん、妻亀姫との約束を破って海の世界に帰れなくなるわけですけれども、うん、山幸彦の神話でも妻豊玉姫との約束を破って、うん、海の世界との国交が途絶えてしまうわけです。はいはい。これって海の世界というファンタジー的な表現やから分かりにくいんですけど、うん、山幸彦は一つの国の王子であり、うん、豊玉姫が別の国の姫であったとするならば、うん、あるトラブルが原因でこじれてしまい、はい、国同士の交流がなくなったっていう、うん、めちゃくちゃリアルな話ですよね。だいぶそうなるね。そうで、この山幸彦の神話と浦島伝説をつなぐ非常に重要な存在となるのが、うん、ね、怪人の渡辰巳とその娘さんである豊玉姫と玉より姫ですよね、うん、はいはいはい。それにしてもね、海を滑る神渡辰巳とは一体どういう存在なのでしょうか。
はい。ね、危機においても目立ったシーンが少ないので、うん、印象は薄いんですけども、実は、うん、これまたいろいろと隠された神様なんですよ。あ、そうなん？まずね、渡辺さんは、うん、最初に降り立った神、イザナギとイザナミの息子なんですよ。おお、ほうほうほう。で、渡辺は別名、渡辺豊玉彦と呼ばれ、うん、もう渡辺がもう怪人っていうじゃん、海の神。あ、そうね。ね、その名前からも海を治める怪人であることがわかるのですけども、うん、ここで一つね、不思議な点があるんです。はいはい。言うたら、渡辺より後に、アマテラス、ツクヨミ、スサノオという三鬼神が誕生するんですけども、うん、アマテラスは天の世界、ツクヨミは夜の世界、スサノオは大海原を任されてるんですよね。うんうんうん。渡辺という海の神様が先にいるのにもかかわらず、うん、なぜかスサノオに海を任せてるんですよ。おー、確かに。後から生まれてるのに。うん。しかし、危機に記されるスサノオは、うん、大海原に関する仕事はもう一切しません。一切してへんかったな。すいません。もうむしろ干からびて。で、好き放題した結果、地上に追放されるわけですよ。うんうんうん。つまり、スサノオっていうのは、海を任されていたものの、うん、海を司っていたとは言い難い存在なんですよね。そうやね。そう。で、スサノオはその後も海に戻ったっていう描写は全くないので、うん、まあ、最初からずっと、渡辺が海の最高権力者だったっていう可能性が高いんですよ。高いですね。そう。で、その証拠にね、うん、僕たちが今話してる、幻の富士王朝を描いた宮下文書やったら、うん、三鬼神の中にスサノオは存在せず、ああ。渡辺につながるヒルコの御事が海を担ってるっていう。確かに。そういう話になってたよね。ヒルコちゃん活躍してたわ。こっちの方が自然やん。うわぁ。なんでスサノオおらんのって言ってたけど、うん、そもそも海で働いてない。うん、そんまや。そう。だから、危機の表現だけ見ると、海の王様である渡辺を、うん、スサノオという存在で、隠して、目立たなくしてるようにも見えるんですよ。確かに。ね、で、渡辺には四柱の子供がいて、うん、長女が豊玉姫、はい、次女が玉より姫、はい、で、長男が穂高の神。おー、穂高の神。あー。ね、次男が古玉の御事という家族構成なんですよ。はいはいはい。長男の穂高の御事はもう以前お話した天気の子の主人公。ね。ね、穂高のモデルにもなった神様ですよね。そうやんね。おでも出てくるんだよ。うわー。で、万葉集では、浦野島子と結婚したのは渡辺の娘さんだと、はっきり書かれてるわけですけども、うん、この家族構成を見ると、うん、浦島太郎が結婚したのはもう選択肢としては、うん、豊玉姫か、うん、玉より姫しかいないんですよ。二択やね。二択ない。で、もし渡辺の娘が豊玉姫やったとすれば、うん、いよいよ浦野島子の正体は、うん、山幸彦ということになるよね。なるよね。エピソードの類似点を考えると、やっぱりね、浦野島子は山幸彦で、亀姫は、まあ、豊玉姫っていうのが確定な感じがしますよね。この流れ、まあ、そうなってくると、なんか時系列とかがよくわからん感じになってくるんやけども、うんうん、まあ大化の改新前のね、西暦478年の出来事やと考えれば、うん、まあありえない話でもなさそうです。まあそうやね。しかし、うん、山幸彦イコール浦島太郎っていう説はね、もう出てるんですよ。昔から言われてる。なんか似てるよねと。そうなん。でも、その結論に至る前に、うん、絶対に見逃してはいけないポイントが一つ、あら、存在してるんです。なになに。それが、丹後の国ふどきの冒頭に記されている、うんうん、島子は草壁氏の先祖であるっていう。あー。そう。超重要な記述でございます。言うてたね。そう。草壁氏は日本の氏族の一つであり、うん、起源にはいくつかの系統があると言われてます。はい。まず一つ目の起源がなんとね、うん、隠されしか右早木の御事であると言われてるんですよ。おー、右早木の。そう。草壁氏の先祖は右早木だよと。うんうん、いきなりビッグネームが出てくるんですよ。ビッグネームやね。まあ、それにしても浦島太郎の先祖が逃げ早いやったら、うん、まあ、浦島太郎イコール山幸彦の子孫、神武天皇敵対してた側になっちゃいますよねと。そうやね。なんかおかしい感じだよね。うんうんうん。で、次に言われてる草壁氏の起源が、うん、第8代高原天皇の第一王子大彦の御事だと言われています。はい。で、この大彦の御事は安倍氏をはじめとする、うん、様々な氏族の始祖だと言われてるんです。あらあらあら。で、彼は超強い指導将軍の一人であり、うん、北陸の古市に派遣された人物です。うんうんうん。で、大彦という字はね、基本的に大きいという字に彦摩呂さんの彦という字だとね、うん、彦摩呂さんや考えられてたんですけども、1968年に埼玉県行田市の稲荷山古墳から出土した鉄剣には、うん、意外の意と富の字で、大彦という字が刻まれており、うん、名前の中にね、富という字が入ってた可能性が指摘されてるんですよ、うん、あらあらあら。こちらの長洲彦の動画や出雲伝の回でもお話した通り、古代大和を支配してたのは長洲彦であり、正式な名前は富
長すみ彦であるとされています。うんうんうん。だからね、名前の中に富という字が入ってるんですよ。あれ。そしてこの富長すみ彦は神武天皇に敗北した後東に逃走し、うん、その子孫が安倍氏へとつながっていくと。はい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 。つまり大彦の命には富という字が入っていて、うん、かつ安倍氏の子孫とされていることからほぼ間違いなく、うん、この大彦の命っていうのは、うん、長すみ彦の末裔であるということが考えられるわけですよ。そうやね。だから草壁氏のルーツを探るといきなりね、隠されし神逃げ早きとか、うん、古代出雲族の長すみ彦の子孫という情報が出てくるんですよ。うんうんうん。だから草壁氏やばいわけですよ。やばいね。でも草壁氏の先祖が裏の島子っていう。おお。え、何者って感じなの。どうなるのこれ。だから神武サイドとは全部敵なの。うん、ほんまやな。だから山幸彦うがい吹き合える神武天皇やからね。うん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 。この敵になってもおかしいやん。なんこれ。なんかここに来てさらにね、裏の島子の謎が深まってくるっていうね。そうやね。なんこれってな。そう、なんこれ。ザジーしかしここでいよいよ、うん、裏の島子の正体につながる重要な情報を公開したいと思います。おお。西暦815年に編纂された古代氏族名鑑新選小辞録にはなんと、おい、草壁氏は犬飼氏と同祖であり、うんうんうん、隼人の祖とされた海幸彦の子孫、え、隼人と同族であると、ほう、記されてるんですよ。隼人族なの。よく考えてな、隼人、うん、族の先祖は海幸彦なの。おお、山幸彦ではなく、だから敵側。ほんまや。お兄ちゃんの方、あにゃ、裏の島子は、あらららららら、ら実は草壁氏イコール隼人ということは、うん、ね、で長すね彦、うん、いやはや、こっちが一本の線に繋がるんすわ。そっち側やった。そう、ずっと裏の島子は味方側じゃない、神話的に言うと。あらららららら、敵側の方なんです。めっちゃ隠されてるやん。そう。でも一見すると山幸彦になるんですけども、うん、ね、草壁氏とかのヒントを紐解いていくと、うん、草壁氏がもう新早い長すね彦隼人やから。で、新選小辞録には隼人を遡れば海幸彦に行くと。うわ。で、そこと同じ存在が草壁氏だよって書いてんねん。うわ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 。ね。だから僕のご先祖さんでもある隼人に繋がるんですよ。うーわ、完全にこっち側やと見せといて。見せといて。その草壁氏一個でペッて行ったら、行くとこっちやったーって。そう、裏返ってしまう。裏返った一個の情報で。そう。まさかの後半で説がひっくり返るっていう新パターンでございます。新パターンやね、これは。そう。まあね、裏の島子と海幸彦が同一人物とまでは言い切れないかもしれないですけども、うん、まあ同族であるっていう可能性は、まあ、ほぼ確定と言っていいんじゃないかと。ほぼ確やね。ね。さあね、いよいよ浦島太郎の正体と、うん、まあ、それを取り巻く謎が少しずつ見えてきましたよね。で、次回は、はい、不老不死となった女装、うん、八尾びくり伝説のお話でございます。そういう飛び方。そう。こちらは浦島太郎の舞台となる、うん、丹後の国の的なりにある、うんうん、若さの国に伝わる伝説でございます。はいはいはい。こちらの伝承にも竜宮や、うん、豊玉姫のお話があり、あら、これまでの情報がいろいろと繋がっていく回となっております。まあ、地域的な近いんか。まどなりなんや。はぁ、ぜひね、本日の動画の感想、コメントでお聞かせください。そして面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で、概要欄に僕らの SNS もあるんで、ぜひチェックしてみてください。はい。ね、またいち早く先行で僕たちのニュースを配信している、トゥランドブルー、公式 LINE も概要欄から登録できますので、ぜひチェックお願いします。ね、最近はね、ロケチャンネル、トゥランドクエストも始まってるので、ね、ぜひ概要欄からそちらもチェックしてみてください。ぜひぜひ。これで本日はこの辺でございます。はい、またね。バイバイ。バイバイ。